私はトレイルランニング大学の講師、ホワイトカル。私は生徒の春日部紬。今日の授業は怪我と遭難について。トレイルランをやってたらコースロストは避けれないね。コースロストは正規ルートから外れること。正規ルートに戻れないと遭難になる。最初に怪我の話をするよ。これは私の体験談であり。他者も同じ状況になるとは限らない。まあそうだよね。大会で走ってたら足の裏が痛くなったの。それで？ゴール後に足裏を見たらごそり皮がむけてたの。想像したくない。大会会場にいる医者に見てもらったよ。足の皮が剥がれたら痛くて歩けないね。だから湿布というか薄いゴムみたいのを貼って帰ったよ。足を地面につけれないなんて痛々しい。保険証の提出はないし無料だった。大会で保険に加入してるからかな。使うかどうかは別として保険証は持つべき。コピーではダメだね。話をコースロストに戻すよ。怖いけど聞きたい。コースロストしたら自力で正規ルートに戻る必要がある。でも夜単独で走ってると気づかない時もある。そうだよね。だからコース上のマーキングや時計のルートナビゲーションを参考にする。スントレースはカラーで見やすいルートナビゲーション。詳しくは概要欄を見てね。もしくは山レコとヤマップを活用する。予定ルートから外れると音声で知らせてくれるね。スマホの電池消耗が大きいから要注意。モバイルバッテリーを持つべきか。前後に誰もいなくて誘導テープがなければコースから外れてる。それを知った時の絶望感。降りてきたなら登り返して戻る必要がある。体力と時間を失うね。精神的ダメージも大きい。順位も下がるし。それでも生きて戻ればよいけど、遭難するとどうなるの？最初に運営に電話する。でも通じないことが多い。山だから電波悪いよね。運営がダメなら救急に電話する。ここは通じやすい。そうなんだ。できれば電話するときに、道路に出るべき。山中だと見つけてもらえないよね。電話を逆探知して場所が特定される。その後、救急車が到着する。そして、私は低体温症になりかけてたから全裸になってサバイバルブランケットにくるまった。夕方で雨が降ってたんだよね。濡れてる服は変えた方がいいね。横になってると隊員が状況確認で話しかけてくる。大会に参加してそうな。決まりなのか同じようなことを何度も質問してくる。謎だね。やがて保険証の提出を求められた。救急車を呼んだからね。でも病院には行かなかった。ずっと救急車にいたの？そう、車内で温まってたら回復した。救急隊もバイタルに問題ないと言ってた。その後は？大会のボランティアに送迎され、近くのエイドに行った。料金はかからなかった。遭難は体験したくないな。これが山中だったら夜の寒さに耐えれない。大会で前後にランナーがいないときは注意して進もう。特にテールエンダーは気をつけないと。そういえばスイーパーがいたのでは。推測だけど、私が道に迷ってる間スイーパーがテープを回収したみたいなの。それじゃあコース復帰できないね。ゴールできるペースだっただけに残念。まあ無事で何より。今日の授業をまとめるよ。はい。怪我とか少しでも気になったら会場とカエイドの医師に見せる。うむ。どんな大会でも保険証は持つべき。そうだね。夜のコースロストに注意。前後にランナーはいるか。漠然と走ってるとコースロストしやすいよね。遭難したら運営に電話するが、繋がらないなら救急に電話する。了解。それで場所が特定できるんだね。すぐには来ないので、サバイバルブランケットで保温する。寒いと体が動かなくなるよね。モバイルバッテリーを持つかは個人の判断。重いからね。筆形の大会もあるけど、モバイルバッテリーがあっても急速充電に対応してないと意味がない。充電するまで体が持たないね。モバイルバッテリーについてはトレイルランニング大学のブログに書いたよ。概要欄を見ておこう。前のランナーが正しいとは限らないから自分で注意するしかない。夜は道に迷いやすい。場所によっては山より街中の方が迷いやすいこともある。距離が長いほど単独で走るようになるから気をつけるよ。今日の授業はここまで。チャンネル登録してね。